ヘイロさん、オディスティ、ヘイロさん、オディスティ、ヘイロー 3O、DST は、バンジースタジオが開発し、マイクロソフトから2009年9月22日、日本時間9月24日に発売された、ビデオゲーム作品である。日本語版キャッチコピーは、地獄へ、降下準備を。英語版でのキャッチコピーは、ニューヒーロー、ニューキャンペーン、ニューマルティプレイヤー、新しいヒーロー、 新しいキャンペーン、新しいマルチプレイ。発表時のタイトルは、ヘイロさん、ディーコンであった。本作は、ヘイロさんの拡張パックという位置づけであるが、新しいキャンペーンモードを収録した新作である。これまでのシリーズのように、ミッションクリア式ではなく、グランドセフトオートシリーズのようなオープンワールドタイプを採用。プレイヤーはルーキーを操作し、入門場差し替を探索して、 仲間の行方を追うことになる。ただし、従来のような協力プレイやレベル選択は可能である。コレクターズパックおよび通常版初回特典として、ジョンソン上級軍装のアンロックキーが配布された。また、購入者全員に、マルチプレイベータテスト参加権利が与えられた。オービタルドロップショックトルーパース、オービタル、ドロップショックトルーパーの頭文字を取ってオーティスティである。意味は、 機動効果教習不評。別名、ヘルジャンパー、ヘルジャンパー。つまり、地獄、ヘルへと飛ぶもの、ジャンパーである。彼らオディスティは、海兵隊などの通常部隊が活動を見込めない、過酷な場所へと投入される、特殊部隊である。ヘイロー・ーズでもプレイヤーが経験したように、敵地の背後、あるいはど真ん中に降下して、戦局を打開させるための任につく。そのため各員には、 あらゆる面で、高いスキルが求められ、エリートの中のエリートしか所属できない、精鋭部隊とされる。作戦にもよって差があるが、6から8名前後で正体を編成している。彼らにはいくつかの特殊装備が提供されており、その一つは、ヘブ、ヒューマンエントリービークル。ヒューマンエントリービークルという個人用高果ポッドである。別名シングルアキアパント X アトマスフェリック。 インサーションビヒクル。これにより、宇宙間から直接地上へと降下することが可能だが、敵の攻撃にさらされる可能性があるため乗員は、手動操縦で、回避行動をと必要がある場合もある。乗員は、地上50メートルで、エアブレーキ及び逆噴射をかけるが、もし、それらが故障したとすれば、凄まじい速度で墜落して、乗員が死傷することもある。なお、ヘイロにでも、 マスターチーフが、この装備を用いて、デルタ、ヘイローに降下している。この他にビズ、ビジュアルインテリジェンスシステムリコネッサンス、ビジュアルインテリジェンスシステムリーコンナイサンス、つまり、視覚情報機能偵察と呼ばれる補助システムがある。これは、オディスティ隊員たちのアーマーヘルメットに内蔵され、ワイヤーフレームによる敵と味方の識別、協調や各種情報の整理が可能。必要に応じて、 目的地のナビポイントを表示したり、映像力を強化して、暗視モードにすることもできる。オディスティのアーマー、ボディスーツは、通常予圧されていて、真空空間でも活動可能であるが、今作のアーマーは、指先や首などで皮膚が露出しており、予圧できない。アフリカの近代都市入門場所でインフラを管理する、AI、後半から本編よびレコーダーの内容に深く、 関わってくる。セーディーの父親は著名な科学者であり、多忙で面倒を見られない代わりに世話役として、スーパーインテンデントと同一共同存在のバージルをセーディーに当てている。基本的に、ヘイロ3に登場している武器は、バトルライフルとサブマシンガン、エナジーソード以外すべて登場している。また、両手持ちが撤廃されていることに付随し、一部の武器は、 性能が若干可変されている。人類の艦艇や車両、コブナントの艦艇や車両、ヘイロ3、オディスティで新たに実装されたのが、ファイアファイトである。このゲームモードは、ギアズ・オブ・オー2の、ホード同様、最大4人のプレイヤーが協力して、コブナントの波状攻撃を得打つものである。ヘイロー・トリロジー同様、本作の音楽は、マーチン・オドネルとマイケル・サルバトーリが担当。 オーケストラ演奏は、ヘイロさんやギアズオブウォーで知られるノースウェストシンフォニアデル。でる。ビデオゲームのサウンドトラックにはたびたびあることだが、このサウンドトラックは、ヘイロさん、オディスティ、ソフト本編より先に発売された。シリーズのメインテーマ曲において、最大の特徴だった男性コーラスは、ほとんどなく、トランペットから始まるオーケストラがメインという大胆なリミックスがされており、 ほとんど原型をとどめていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。